ウェイクアイランドはアメリカ海軍の護衛空母、カサブランカ急行空母艦の11番艦。艦名はウェイク島にちなんで命名された。ウェイクアイランドは合衆国海事委員会の契約ゲワシントン州バンクーバーのカイザー造船所で1943年2月6日に寄港し、1943年9月15日にフレデリック・カール・シャーマン夫人によって浸水し、 1943年11月7日に、ヘイムズ・アールターグ艦長の指揮下収益した。収益後、ウェイクアイランドは、アストリアで弾薬とガソリンを搭載し、11月27日に出港してピュージェット湾を航行し、翌日ブレマートンに到着した。残りの弾薬を搭載し、試運転でポートタウンゼント、シンクレア湾お及びシアトルに立ち寄った後、 12月6日に外洋に出て南に向かい12月10日にサンフランシスコに到着した燃料を搭載した後2日後にはサンディエゴに向けて出港し12月14日に到着同地で第69混成航空隊の航空機と要員を乗せた1944年1月11日ウェイクアイランドはサンディエゴを出港し パナマ運河とハンプトンローズを経由して1月26日にノーホークに到着。2月14日にミッションベイ、ゴエーク地区間、スウエニング及びヘイバーフィールドと共にニューヨークに向けて出港した。2月16日、ウェイクアイランドは陸海軍の要人を乗せてレシフェを及びカラチに向かった。3月1日にレシフェに到着した後、ケープタウン。 ディーゴスアレスに寄港。3月29日、ウェイクアイランドはカラチに到着した。用心を送り終えたウェイクアイランドは4月3日にカラチを出港して5月16日にノーホークに帰島した。5月末から6月初めにかけてウェイクアイランドは回収とオーバーホールを行った。6月15日、回収を終えたウェイクアイランドは 第58混成航空隊を乗せ、対戦相当部隊である、第22.6任務軍に加わって、バミューダ諸島方面に向かった。7月2日、第22.6任務軍が、ギニア湾方面から移動中、ウェイクアイランドの TBM アベンジャーの一体は、カナリア諸島とカーボベルデの間付近の、アフリカ沿岸で、有望というマイナス543を発見する。 フレデリック・エルム・ウーア少尉のアベンジャーが二度にわたって、激しい対空砲火をものともせず、U-543 を爆撃。しかし、ムーアキは U-543 の最後を確認していなかったので、第22.6任務軍は2週間にわたって、撃沈の証拠となる、U、U-543 の残骸の捜索をすることとなった。8月2日の正午の2分前、 第22.6任務軍は、再び、U ボートと対決することとなった。護衛駆逐艦ダグラス・エル・ハワードは8マイル離れた、ところに司令塔を発見。ダグラス・エル・ハワードは、両艦フィスクは隊列を離れて、司令塔の方に急行した。上空にいた、ウェイクアイランドのアベンジャーは12時9分と12時35分に、対戦爆弾で U-804 を攻撃。しかし、 U-804 は反撃の魚雷を発射して、魚雷はフィスクに命中。フィスクは船体を両断されて沈没した。U-804 は、さらに2本の魚雷を発射したが、これは命中しなかった。フィスクは4名の戦死者と26名の行方不明者、55名の重傷者を出し、生存者は、ファークハーに救助された。 第22.6任務軍は U-804 に対する再攻撃の準備を行ったが、ノームと雨により準備は取り消された。第22.6任務軍は2日後の8月4日に解体し、ウェイクアイランドは4日後に UC-32 戦団と合流して西方に、向かって8月11日にハンプトンローズに到着し、8月15日にノーフォークに帰島した。 8月25日まで回収を行った後、8月29日にクオンセットポイントに移動し、ミッションウェイと共に10月30日まで空母パイロットの着艦訓練に使用された。10月31日、ウェークアイランドは駆逐艦リー及びバビットに護衛されてノーホークに向かい、11月1日に到着した。11月11日、ウェークアイランドは シャムロックベイと護衛艦と共にノーフォークを出港しパナマ運河を成功して11月28日にサンフランシスコ湾に到着しアラメダの航空基地に停泊した。ここでウェイクアイランドはハワイに向かう2つの新しい航空隊第9混成航空隊と第149偵察航空隊の航空機と要員を乗せて出港し12月5日にフォード島に 到着して二つの航空隊を降ろした。10日後、ウェイクアイランドは貨物を搭載し、護衛駆逐艦リチャード・ m ロロウエルとオフラハティに護衛されて、真珠湾を出港し、12月27日にマヌス島に到着。ここで、搭載物件と便乗車を降ろした。ウェイクアイランドはパラオに開港され、1945年1月1日にコッソル水道に到着した。午後遅く、 ウェイクアイランドはバージで弾薬を搭載してもらい、リンガエンワン上陸に向かう艦隊に加わって慌ただしく出撃した。2日後、ウェイクアイランドは対空哨戒機と空中警戒機を飛ばしつつ、艦隊と共にスリガオ海峡を通過。1月4日には艦隊はスール海に入った。ウェイクアイランドはこの日も哨戒機を3時間にわたって飛ばした。そのうち、 哨戒機のうちの一機がパナイ島近海で救助作業を行っていると、応募式日本軍の水蒸気を発見した。哨戒機は機銃装者で水蒸気を破壊し、救助隊は試算した。やがて艦隊はパナイ湾近海に差し掛かった。この時、ウェイクアイランドのレーダーは敵と応募式複数の目標を探知し、17時14分に戦闘配置が例された。 わずか1分後、上風特攻隊、極実隊、一星隊、新州隊が艦隊を攻撃。そのうちの極実隊の彗星一機が3800メートル離れた場所にいたオマニーベイに突入。オマニーベイは激しく炎上し、20分後には総員隊艦が冷されて艦を放棄することとなり、弾薬に引火して激しい爆発を起こしたオマニーベイは駆逐艦。 バーンズの魚雷により沈められた。翌1月5日、ウェイクアイランドは、駆逐艦モーリーからオマニーベイの19名の生存者を引き取った。間もなく、ウェイクアイランドのレーダースクリーンに目標が映し出され、前日に続いて、戦闘配置が例された。しかし、この日の3度にわたる神風攻撃は成功せず、15時2分には、ウェイクアイランドの8機の空中警戒機が、 日本陸軍の戦闘機を追撃し、そのうちの3機を撃墜したと報告した。16時55分、再び神風攻撃があって、再度戦闘配置が例された。6機の特攻機がベイクアイランドに向かって突進し、これに対して5機までを対空砲火で撃墜したが、残る1機はマニラ米に命中した。マニラ米は炎上して後方に取り残されたが、 1> 約1時間後に再起して戦列に戻った。続いて10機ほどの特攻機が突入してきたが、ウェイクアイランドなどの対空砲火で4600メートル前後の距離で撃墜されていった。ウェイクアイランド自身も3機を撃墜したと判断された。1月13日、陸軍特攻聖火隊が、ウェイクアイランドの後方13キロで航行中のサラマウアに突入を図った。1機は撃墜されたが、 もう一機がサラマウアに命中。サラマウアは炎上したものの、すぐに消火した。4日後、ウェイクアイランドは、うるしい干渉に開港される第77.14、任務軍の護衛空母8隻と共に、リンガワンを出港。1月23日に到着して31日まで停泊した。この間、ウェイクアイランドの母港がノンフォークからブレマートンに変更された。 2月10日、ウェイクアイランドは第52.2任務軍に加わって、小笠原諸島方面に向かった。来たる洋島の戦いでは、火力支援部隊と上陸部隊の空中援護を行うことになっていた。サイパン島とテニアン島を結ぶ海域で訓練が行われた後、2月13日には、ウェイクアイランドは第52.21任務隊の機関となった。翌2月14日、 任務隊は、洋島に進路を向け、2日後には、洋島の南西79キロの洋上に到達した。火が昇ると、すぐ、火力支援部隊は、洋島に対して、艦砲射撃を行った。ウェイクアイランドの航空機は、日本軍の防衛拠点を探して、ロケット弾で攻撃する傍ら、対戦及び洋上紹介の任務に就いた。2月19日の上陸作戦当日も、 ウェイクアイランドの航空機は56カ所の日本軍拠点に対して87発ものロケット弾を発射した。その最中、ビスマークーは2月21日夕刻に大妙立特攻隊の突入により沈没し、ルンガポイントと空母サラトガが大破した。翌日、ウェイクアイランドは伊央島東方の会放点に向かい、2月23日に到着して休憩を受けた後、 イオーシマ東方洋上に向かった。2月24日、ウェークアイランドは、イオー島の南方から、関西機を飛ばして、55箇所の日本軍拠点に対して205発のロケット弾を発射した。続く数週間の間、ウェークアイランドは、イオーシマに対する航空攻撃を続けた。3月5日、ウェークアイランドは、第52.21任務隊司令官。 クリフトン・スプレーグ少将から、機関は任務隊の中でも一匹狼と呼ぶぐらいの働きを行った。ウェイクアイランドは、他官が見落としたであろう、目標もすべて見つけ出した。私は、再び機関と行動を共にすることを願っているとのメッセージを受け取った。ウェイクアイランドは3月8日に24日間に及んだ、洋島沖での行動を終えて、洋島西方にいた。 サギノーベイなどと会合して、ウルシーに向かい、3月14日に帰島した。ウェイクアイランドは5日間の整備の後、3月21日に航空支援のため沖縄東近海に向かった。3月25日、ウェイクアイランドは沖縄島の南方約100キロの洋上にあって、沖縄島とケラマ諸島への航空攻撃を開始した。4月1日に上陸作戦が開始されると、 上陸部隊の援護を行った。4月3日17時22分、沖縄の東南洋上航行中のウェイクアイランドは、5回目となる攻撃隊の収容作業を開始した。8分後には全ての航空機を収容したが、直後に日本機の接近を探知し、戦闘配置が例された。17時42分、艦は檻からの激しい波に叩かれ、 収容されていない FM-2 ワイルドキャット2機が海に放り出され、他の2機は後部でひっくり返り、別の2機も大きな損害を受けた。同時に格納庫に収容されていた2機のワイルドキャットも同様で転がって破壊された。2分後の17時44分、1機の特攻機が高角度から突入してきたが、わずかに逸れて操打室前方の海面に没した。30秒後、 二期目の特攻機が猛烈なスピードで突入してきたが、これまた、ウェイクアイランドからわずか3メートル離れた海面に突っ込んだ。しかし、爆発によって、ウェイクアイランドの原則には左右14メートル、上下5.5メートルの穴を開け、他にも無数の穴を開けた。缶は水浸しとなり、機銃も破壊された。3万ガロンの真水と7万ガロンの重油も海水に、 使ったが、戦場の後、18時24分には、航行を再開した。艦の被害は、想像よりも軽く、21時40分までには、すべてのエンジンを稼働させることができた。ウェイクアイランドは護衛駆逐艦デニスとゴスの護衛を、受けて、ケラマ諸島の白地に向かった。点検中、海中からの日本軍の不意の攻撃を防ぐ、ため特別の防御体制が敷かれた。 4月6日、ウェイクアイランドは、さらなる修理を受けるため、グアムアプラ港に向けて出港し、4日後に到着。同地のカンドックで5月20日まで修理を受けた後、翌日には高速輸送艦ワンタックと共に、沖縄に向かった。6月2日、ウェイクアイランドは、駆逐艦、ラルフタルボットに誘導されて、ケラマ諸島に到着し、未だ付近に日本機がいる中で、爆弾。 ロケット弾及び食品を搭載した後に出撃。6月6日、ウェイクアイランドは沖縄沖で給油艦コアネスクと会合した。翌日、ウェイクアイランドは任務隊に合流し、先島諸島攻撃を行った。ナトマベイとサージャントベイが神風攻撃を受けた。ウェイクアイランドは2隻とは違って、攻撃は受けず、6月15日まで先島諸島攻撃を行った。 作戦終了後、任務隊司令官カルビン・ティーダー・ギン少将は、ウェイクアイランドを訪問し、16名のパイロットを、称賛した。翌日、ウェイクアイランドとデニスは、任務隊から離れて、ケラマ諸島に向かい、6月17日に到着した。補給を終えて、沖縄の南西洋上に戻り、作戦行動を再開した。2日後、艦染局から、ウェイクアイランドを、 第32.1任務軍から離脱させ、4月3日の損傷の調査を行うとの通告と、これ以上の前線での活動は危険であろうとの通告があり、ウェークアイランドはグアムに向かうこととなった。途中で射撃訓練と紹介飛行を行いつつ、6月24日にアプラ港に到着。航空隊はすべて降ろされ、アガナ海軍航空基地に移された。その後、 ウェイクアイランドは6月25日から7月3日までの間 F6 回ヘルキャット9機 f 4ーコルセア24機 TBM アベンジャー11機及びパイパー株ブ2機を46名のパイロットと共に読み短基地まで輸送任務終了後はアプラ港に寄討し300もの有体と10機のコルセアおよび20機の SBA2C ヘルダイバーを搭載して ケープエスペランス及び高速輸送艦ブルと共に真珠湾に向けて出港した。7月10日、ウェイクアイランドはケープエスペランス及びブルと分離し、1週間後にフォード島に到着した。ここで138名の貸艦及び兵と46名の士艦を乗せた。ウェイクアイランドは7月18日にアメリカ本国に向かい、7月25日に サンディエゴに到着して便乗車と航空機を降ろした。ウェイクアイランドはサンディエゴのノース島に経流され、12月末までサンニコラス島沖で6機のアベンジャーと10機のワイルドキャット、53名の士官、および第75混成航空隊の13名のパイロットと共に飛行訓練を行った。その間の11月5日、史上初のジェットエンジン搭載機による空母への着艦が、 ウェークアイランドで行われた。当日の朝、第41戦闘飛行隊とライアン社の関係者を乗せ、駆逐艦オブライエンを伴ってサンディエゴを出港し、2日間にわたって FR ファイアボールの着艦テストに従事した。1946年に入ると、ウェークアイランドは、不活性化の準備を始め、4月5日に退役する。4月17日に除籍され、 4月19日にスクラップとしてメリーランド州ボルティモアのボストンメタル社に売却された。ウェイクアイランドは第二次世界大戦の選考での3つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。